実際に、まあ、この、タブレットを使ってるんですが、まあ、この、なんでしょう、まあ、タブレットを使ってるんですけども、ちょっと気になる点というのが、今これはタブレットで書いているんですが、これはタブレットの板横から見た感じなんですが、これは流して、で、まあこれが多分、そう、分かりづらいですね。これじゃ分かりづらいので、ペンにして、太さは一番上にして、あ、これじゃないですね。ブラシにして、ブラシの一番太いの水彩画、まあこれにして、幅を、タブレット横から見たらこれが、まあ、なんだ、変なんですね。板だスートで、ペンがちょっと拡大しますが、拡大すると、あれ、拡大できないですね。拡大すると、で、もうちょっと拡大しますね。これが、まあ、板です。タブレット板だすると、で、これが、まあ、ペンだとします。ここの隙間が、こことここなんですが、この隙間が、だいたい3ミリから、3ミリから4ミリ。あの隙間だと、触っていなくてもこういうふうにマウスが動くようになっているそうです。実際にタブレットを買った理由なんですけども、ずで、絵を描いて説明するのが適していると思ったんですが、どうなんだろうな、そんなに使えないような感じが今していますね。あと気になったことは、そうですね、気になってるのはボールペンの芯なんですけども、タブレットの芯というのは別に鉛筆じゃない、鉛筆の芯ではないので減らないと思うんですが、ただ芯がついてきたのです、付属品として。ということは消耗品なのか、タブレットのペンは使用なのか、漢字はちょっと画数が多いので使いませんでしたが、そういうふうに思っています。まだまだ慣れないと、と思っていますが、ボタン一つでこれが全部消えるようなことができればいいんですけども、選択でこうやって、ちょっと縮小してみたいと思うんですが、じゃあ小さすぎましたね。これを全部消せるか、こうやって、で、どう消せばいいのかっていうのは分かんないんですが、削除をしてみたいと思うんですけども、あれ、削除いかないですね。これもうどっかやってしまおうかなと思います。で、拡大するんですけども、拡大ですね。
どうもなかなか使いづらいなと思っています。ペンでブラシを使ってみようと思うんですが、マーカーを使いたいと思います。でどうするか、何を書くかなんですけども、もっと図をタブレットもっとこう簡単に図画描けると思ったんですが、意外に慣れないと難しいなと思いました。どういうことを書くかなんですけども、図に書くようなことですね。そう言われるとなかなか思いつかないんですが、そうですね、タブレットは一応自分が使っているのは14センチぐらいですね。文字は書けるかどうかなんですけども、大きさをちょっと細くして14センチぐらいのタブレットです。縦、横ですね。横が漢字で横と書いてみたいんですが、横が14センチです。で、縦だと9.6センチぐらいです。まあどうなんでしょう、今 CRT モニターの17インチと、液晶の24インチを2つつなげて DL モニターで使っているんですが、これだとやっぱり書くところが小さいので結構苦労すんなという感じですね。ちょっと動かしただけで、まあ文字を打つときは大丈夫なんですけども、この丸になるんですが、この丸っていうのはペンを結構、まあ、そんな強く、ちょっとだけ強く押すとこういう風な丸になるんですが、これがどういう意味なのかというのは、筆圧センサーなのか、筆圧にでもなんないんですよね。軽く書いてもずっと変わらないなと思うんですが、クレヨンとか使えば、クレヨンで薄く書いて強く書いて強く書いて、あんまり変わんないですね。でまたこれを真っ白に、簡単に真っ白にすることができればいいんですが、ある部分を拡大して、拡大してもそうですね、ここに拡大しても、何を書くかですね。民主党ですね。民主党代表が誰なのか、菅になるんじゃないかということなんですが、でも首相はすぐ辞めてしまうので、誰がなっても同じなので、みんな、あ、そうですね、なんか言うことがバラバラなんですけども、今 Windows 7のペイントを使っているんですが、拡大をして細いペンで使えば広く画面が使えるのではないかと思ったのです。一度、そうですね、まあ、ここで一回聞きたいと思います。